毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹野町すくねです。今日は11月、20日です。1120ですね。今日は宇喜多秀家が没した日です。1666年です。宇喜多秀家は豊臣秀吉が定めた五大老の一人です。五大老の中では一番若かったです。秀吉は将来海外に進出する気だった時、宇喜多秀家を、日本の関白にするという、そういうことまで考えてたぐらいの人物です。しかし関ヶ原の合戦で、石田三成の西軍方についてしまったため、敗北します。切腹になる事前に逃げて薩摩に逃げるんです。これうまいんですが、多くの人はやばくなったら薩摩に逃げるんです。薩摩って正直言うと300諸侯いる中で1個だけ独立国みたいなところなんです。実際はだから特殊な国なんで、そこへ逃げて薩摩の島津港、それから加賀百万石前田港が助けに行って死一刀を逃れて八丈島に遠島になったんですね。八丈島でえらく長く生きてました。本当に長く生きてますよ。50年以上生きてるんですから。ですが、まあ途中武士が来て宇喜多秀家に向かって、もちろんそれがかつての大大名宇喜多秀家と知らないから、釣りしてる時お武器さんはって言って、いやちょっと流されてきたんだって言ったら、はあっつって、あなたはどちらのお家紋でって言ったら、松平なんとかですって言ったら、いや松平って十何家もあるんだから、どこの松平って言ったら、池田さんのところですって言ったら、ああ池田かって、あいつは蝶々の紋章をつけてるから蝶々のようにいろいろと動くよねっていうふうに言った話があります。またこの宇喜多秀家の陣に、要するに部下に、なんと若き日の宮本武蔵がいたんです。宮本武蔵意外と宇喜多秀家の、部下だったんです。で負けて逃げまくって千葉の行徳というところに住んでました。千葉県の行徳、東西線にありますよね。そこに逃げたんです。だからなんか武蔵せんべいというせんべいが、せんべいさんかまんじゅう屋さんがあったと思います。宮本武蔵はもともと我が流派竹内の流の、人間です。一番最初の戦いでは竹内流柔術を使ったので、我が流派の柔術で敵を倒してます。少年の頃ですよ。相手は結構名のある武士でした。で二刀流を開眼したのは多分関ヶ原の戦い代わりの時だと思います。下っ端の武士はね、片手で戦うってことはないんで、二刀を持って戦ったんで、そこで完全に開眼したと思います。武蔵自体は実は二刀を使ったっていう、戦いは意外と少ないんです。意外と長い太刀を使って戦ってますから、太刀じゃなくて、船の櫂を使って戦ったこともあります。そんな感じで、宮本武蔵が、います。まあ宇喜多秀家、宮本武蔵を抱えたのは何でなんでしょうね。宇喜多秀家と宮本武蔵、意外な関係でしょ。僕は宮本武蔵は好きです。五輪の書は何回も読んでます。武蔵自身は大名に抱えられたいと思ってたんですが、実際に大名に抱えられたのは、養子にした息子の伊織の方でした。でもそれは武蔵がいろいろと養子のために教えてたからですよね。宮本武蔵、絵画も得意でした。絵も上手なんですよ。
昔美術の授業の時、好きな絵師を描けって言われた時、みんなルノワールとかゴッホとか描いてましたが、僕宮本武蔵って描いたら、先生は竹内、宮本武蔵は画家じゃないだろうって言われたんですが、いえ、宮本武蔵は、画家よりもうまいぐらいの絵を描いてますって言ったことがあります。武蔵のことを思い出してくれた、今日の宇喜多秀家、五大老の、11月の20日、それが今日の出来事でした。二天一流。ではまた。